大きく崩れ落ちた鳥居、2本の柱だけがわずかに残されています。宿毛のこんぴら山として地域に親しまれる宿毛こんぴら宮では、震度6弱を観測した先月の地震で鳥居の上の部分が崩れ落ちました。鳥居は大正8年、1919年に建てられたもので、高さ3メートル、幅は 3.5 メートルになります。地震から1ヶ月が経った今もそのままの状態の鳥居。神社では今月7日から修復費の寄付を募っています。どうしてもこのお宮をですね、何とかしていかなければならない、また鳥居をですね、復活させなければならない、そのようなお声もいっぱい聞いておりますので、何とか早い段階での鳥居の復旧をですね、していきたい、そのように考えております。目標の金額は300万円で、寄付は愛媛銀行の普通預金口座で受け付けています。名義は、宿毛こんぴら宮陣営社代表者岡崎俊久です。